ちなんだ動画を使っていきます。ぜひお楽しみに。さあ、それでは最後まで一生懸命頑張ります。皆様のご声援をよろしくお願いします。たくさんの拍手ありがとうございます。ではまずはハーニーに今日のアシカショーのやる気から聞いてみましょう。重たいお尻が上がるかな。はい、バッチリやる気もあるみたいです。さあ、そんなやる気いっぱいなハーニー君にはまずは体をほぐしてもらいましょう。ステージ左足になります。ジャンプ台からのダイビングに挑戦。ゆっくりと登って、一番上ではポーズを決めて行こう。ダイビング、ステージの上ではサタラチャーキに挑戦です。頑張って。ねえねえカーリン、しっかり体はほぐれたかな。はい、ほぐれたと手を挙げて教えてくれました。ですが少し心配なので、続いての種目でも確かめていきましょう。続いて挑戦していくのはこちら、大きなワンコックル枠組みジャンプに挑戦です。さあ、まずは1回目のジャンプ、助走を取ってせーの、ジャンプ決まりました。さあ、ですが今のは1周過ぎましたので、2回目いきましょう。ちゃんと高さを上げます。さあ、この高さも飛ぶことができるでしょうか。せーの、ジャンプ。まずはこちら、ハロウィンボールを使ってサッカーに挑戦します。サッカーリングは山の上を登って、一番上でボールをキャッチするゴールキーパーに挑戦です。さあ、それではハリー、準備ができたら行こう。よいしょ、かなり近かったですよね。ですがゴールは決まった。